皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は私にとってそれは正しいという話をしたいと思っています。僕はですね、朝食を食べません。で、毎日ですね、朝と、夜に1時間ずつぐらいはですね、半身浴をします。コーヒーを飲みたいだけ飲みます。スマホはですね、もうほんとめちゃくちゃちっちゃいスマホを使っていて、自分でも使いづらいなと思いつつ、それをあえて使っています。ファッションのこととか考えたくないから、もうサムエを着て頭は坊主に刈り上げています。これらは私にとって全部正しいと、全部正しい。でも一方で、その一部もしくは大部分すべてっていうのは、誰かにとって、そして皆さんにとってはおかしいでしょうということもあるかもしれない。例えば朝食を食べない、あ、分かります、自分も食べませんって人は、まあ、結構な数いるかもしれないけども、ファッション気にしたくないから、もうサムエいいよね、もうサムエだよねって共感した人っていうのがどれぐらいいるのか。コーヒーを飲みたいだけ飲む、飲みたいだけとかやめた方がいいでしょって思う人もいるだろうし、あ、自分も飲みたいだけ飲んじゃうんですよねっていう人もいるかもしれない。もうこんなものはね、僕にとって正しいだけで、誰かにとっては正しくない、むしろ間違っているっていうことなんですよね。一方で、休日といえば何か特別なことをしたいなとか、やっぱりブランド物のアイテムが欲しいなとか、スマホは最新のものに限るよねとか、35年ローン組んで家買いたいなとか、僕からすると全部間違ってるんですよね。全部間違ってる。で、今こうやって全部間違ってるっていうことによって、もし休日は特別なことをしたいとか、35年ローン組んで家買った方とかが聞いてたら、すごく嫌な気持ちになったと思うんですよね。なぜならそれはそういう人にとって正しいのであって、僕からしたら間違っているという、ただそれだけのことなのに、僕にとってそれは間違っているっていう、ただの僕にとっての話をしてるんだけども、あなたは間違っているって言っているように聞こえてしまうことがあるというふうに思うんですね。それは意識的に僕にとってはこれが正しくてって言っていても、僕にとってとしか言ってないにもかかわらず、あなたたちみんな間違ってますよって言っているように受け取ってしまう人もいるし、もっと言うと、まあ、僕はないんですけども、自分が思っていることを無意識レベルで正しいと思って、それがそうじゃない人は間違ってるって思ってる人が一定数いるなって思うんですよね。例えば昨日聞いた話で、これは差別主義者だなと思ったんですけども、なんかムツゴロウとかを食べる人っていうのはもう卑しい人だって言ってた人がいて、全くムツゴロウを食べるという食文化と卑しいっていうことは因果関係がこうねないというか、ムツゴロウを食べるということは私にとってそれはとても嫌なことだ、難しいことだ、とても食べるものだと思えないっていうことはいいと思うんですけども、それを食べている人を野蛮人だとか卑しい人だとかって言ってしまうのは、自分のそのムツゴロウを食べないということが正しくて、そうでない人は間違っているという善と悪をですね、決めつける姿勢だと思うんですよね。これがほとんどの争いを生んでいるというふうに思うし、そうですね、感覚をまず身につけていかなければいけない。それは自分の発言レベルでもそうだし、受け取るレベルでもそうだと思うんですね。さっき言ったみたいに、僕が僕にとって正しいことを言っているだけなのに、しかもそれはちゃんと僕にとってっていう言語化した上で言っていることでさえも、なんか否定されたとか思っちゃう人がいると、そんなこと言い出したら、何ですか、坊主をね否定されたり、サムエを否定されたり、コーヒーを飲みすぎることを否定されたり、朝食食べないことを否定されたって思うことは簡単にできるんですよね。できるんだけども、別に、まあ、否定されたと思うことはできるというか、実際否定されてることもされる場面とかもよくあるんですけども、それは何だろう、その人にとって正しいことを言っているんだなって受け取ればいいだけなので、否定された、自分はなんか悪だと言われてしまったってことに怒る必要もないというか、ああなるほど、この人にとってはそれが正しいんだなと受け取れば、この世に、まあ、そうそう起こることなんてないんじゃないかなとか思ったりしてしまうんですよね。じゃあ
違う人同士っていうのはコミュニケーションできないのかっていうと、まあ、決してそんなことはないと思うんですよね。朝食食べないのが正義だっていう球を、しっかりとグローブでキャッチすればいい。それは共感する必要もないし、自分は朝食食べるんだでいいんだけども、朝食食べないんだよねって球を受け止めずに、いや朝食は食べるべきでしょっていう球を投げ返す人がいると、これがねやっぱり違うもの同士、まあっていうか全ての人は違うんだけども、その違うもの同士がコミュニケーションする上での一番の課題だなと思うんですね。言葉のキャッチボールとかって言いますけども、この言葉のキャッチボールができてないって思うんですね。まあ自分は朝食を食べるんだよねって球が飛んできたら、僕はそっちキャッチしますよ。あ、この人は朝食を食べることを大切にしているんだなっていう球をちゃんと受け止める。その上で僕は朝食食べないんですよね、こうこうこういう理由でっていう球を投げるっていう感じで、お互い自分にとっての正しさを、まあ、自分にとってはこれは正しいんだよね、自分にとってはこれは正しいんだよねっていうのをちゃんとグローブにね、球を収めながらキャッチボールすれば、違うっていうことはそんなに危険なことではないんですよね。息合戦のようにねもう自分の正しさばっかり投げ続けてる人、相手の正しさを全部避けるみたいなね、そういうコミュニケーションが結構多くて嫌になりますよね。全ては私にとってそれは正しい、でもあなたにとってそれは間違っている、あなたにとってそれは正しい、でも私にとってそれは間違っているという中に生きているんだという感覚、まずこの感覚を身につけるというか、それを身につけなければ大抵のコミュニケーションはうまくいかないんじゃないか。大抵のコミュニケーションは我慢大会みたいな、もしくは雪合戦のように相手を倒す、相手をやっつけるためのものになってしまうんじゃないかなというふうに思います。今一度ですね、自分の正しさみたいなものを見つめ直してみて、それが自分にとってただ正しいだけであるということをですね、再認識する、そういう時間を取ってみるというのはとても大事なことかなというふうに思います。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。